部活の人たちが来てくれたって。ふみかー、ごめんね、ふみかの体調全然気がつかなくて、私ってばダメダメ宇宙人だ。ほら宇宙エネルギー吸って吸って。あけうちさん、ヒッヒッスピード、ヒッヒッスピード。お姉ちゃんの友達だもんね。ブブブブ、我々トモラーブ。悪乗りするな、こっちまで誤解される。みんな来てくれてありがとう。風邪をこじらせたらしくて、静かに寝てれば治るかと。そっか、よかった。みんなでね、美味しいゼリーたくさん買ってきたよ。いっぱい食べてね。なんつうかその無理させて悪かったよ。うん、またロケットしようね。わかったわかった、わかったから早寝て直せ。なんかまた瞬きも顔赤くない？風邪かな。うっせ、熱がないか確かめてあげよう。いらん。もう喧嘩するなら部屋出ますよ。おかゆ食べれる？おでこ気持ちよさそう。どうして私まで。次私。大人数で押しかけちゃってごめんね。あのお手伝いまでどうも。今日は親御さんお仕事？はい。あ、お母さんはさっき帰ってきましたけど、そのまま買い出しに行っちゃって。お母さんは水族館勤めなので宿直もあって。昨日の夜も私がお姉ちゃんの看病を。偉いんだね。寝ちゃった。あら寝たな、立ったまま。姉にはない器用さ。よしよし、このまま私の腕の中で寝かせてあげよう。いや、お前は会長のデコ冷えシートでも変えてこい。さーて、私は代わりにソファーでこいつの面倒でも見るとするか。やれやれ。またたきちゃんもお料理手伝って。おでこが熱い。助けて。パシーパシー。そう、春のパシー、またたきパシー、春のパシー、またたきパシー。あ、あの秋内さん、私もおでこ。海子を前におでこパシーいらないって言ってたじゃん。だから海子とだけは絶対なし。今日は晴れの届けしようと。おいおい、私をのけものにするなよ。じゃあまたたきとだけ。ずるいです。海子、熱つらそう。ちょっと頑張りすぎちゃったね。海子のおかげでみんなまた同じ場所に立てたよね。私の言った通りだったでしょ。海香はもう立派なみんなの会長さんだね。ごめん、怒っちゃった。明け内さん、何か欲しいものある？今ね、アルナたちがおかゆ。あ、ゆうちゃん、シートを変えられた？海香ちゃんどうだった？ゆうちゃん、なんだかお顔が、お熱ある？お、何やってんだよ。これは。おでこパシしてほしい。私だって。だから、私とだけ、して。いや、誰も買わんし。次の仕入れはいつですか？
次はいらねえよ。おでこ気持ちいい。寝てしまった。お客さんが来てるのに。お姉ちゃん